皆さんこんにちは。今日はじゃじゃじゃーん、これです。なんだアンパンマンかって思った。実は今日これと同じものを粘土でちょっと作ってみようかなと思うんだよね。じゃーん。そんなわけで、アンパンマンの顔はまず茶色なので茶色。わ、この時点ですでに色がちょっと違うんだけどね、許して。そしてお鼻には赤、ほっぺたはオレンジ、そして目と眉毛は黒、そしてこれはお口の赤。これで作ってみたいと思います。まずは、顔から作らなければ。そんなわけでまずは今日は立体的なアンパンマンを作るのではなくて、ちょっとこう平面の平らなアンパンマンを作ります。その方がちょっと作りやすいんだよね。まずはまん丸にしたやつを、これはちょっとまだ早いな、手で、やばい、もうすでに何かに食べられている、やばいやばい、よし OK、 こんな感じで少し潰します。そしてローラーとかがあれば、こんなんでアンパンマンの顔を作っていきます。アンパンマンの顔はまん丸だよね。なのでこんな感じ、ちょっと大きくしようかな、こんな感じ。そしてまずは目をつけようかな、こんな感じね。まずはお目目、同じ大きさにしないとね、変な風になるので、お目目をくる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 、そしてちょっと長細く、そしてこんな感じね、こんな感じかな。そして眉毛、眉毛は細長いよね、ちょっと片手じゃできないな、こんな感じ。うわ、尖ってしまった。ちょっと爪楊枝眉毛じゃダメなので、普通の眉毛を作ります。よし、感じだね。そしてこれもくる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 、眉毛を作ります。こんな感じかな。そして次いるのが鼻。お花は簡単だね、丸くして飛んだよはい、そしてほっぺた、ほっぺたはこれがオレンジが半分、このまん丸、まん丸をポンと、まん丸をポンと、一番難しいのがちょっとこう三日月の口かな。よし、これでいくぞ。ちょっと細長くして口が、感じがいいかな。どう？こんな感じでどう？いい？はい、じゃじゃじゃーん、できました、アンパンマンでーす。みんなお待たせ。みんなアンパンマンに見える？ちょっと微妙だよね。ごめんね。でも、本物のアンパンマンこんな感じ。どこが違うんだろうか？何か違うよね。ちょっとほっぺたがちっちゃいのかな？もうちょっと大きくしようか。お鼻をちょっとこうして、口も大きくして。ちょっとこんなんでどう？ダメ？いい感じ？はい。楽しかったかな？みんなもアンパンマン作ってみてね。じゃ、またねー。みんな動画は楽しかったかな？次の新しい動画が見れるようにチャンネル登録しておいてね。おすすめの動画は上の動画になります。ハテナになっているので、どの動画がいいか探してみてね。